皆さんこんにちは、私大西常樹、フェア党の大西常樹でございます。今日はですね、素晴らしい方に対談を引き受けていただきまして、天城直人さん、前回の衆議院選で東京21区ですよね、そうですね、が出馬なさって、で私もこの間去年の衆議院選では神奈川8区から、出馬して、でその時はお互い全くその、もちろん私は天城さんのことを存じ上げていたんですけども、天城さんは私のことに全然、ご存じなくて、で選挙の後に、その後の、別の機会でちょっとお会いして、でそれで、いろんなその、天城さんもちろん外交安全保障専門でいらっしゃいますから、そちらの方の話、僕が持っている考えと非常にやはり似たところがあって、僕としてはもう何ていうんですか、本当に外交の現場にいらっしゃった方なので、まさに本当に、ものすごいこう、アドバイザーというかものすごい強力な助っ人を得たなという感じがしまして、ぜひ一緒にこう対談とかしましょうということで、わざわざ来ていただきました。今日はありがとうございます。こちらこそ。大西さんという方と最近初めて知り合って、はい、去年の年末ですね。それで私は本当に選挙前に、大西さんがやってこられたことを知ってれば、この間の選挙でも、場合によっては共闘してですね、あるいは成果が上げられたと、今更残念に思うんですけども、しかしまさにこれからだと、そういう思いをして、もうこれからです。今日は対談に呼んでいただいて、私もかねてより自分の目指すところを一人でも多くの人に知ってもらうためには、やっぱり書いて発信するだけではなくて、動画でどんどんと喋ってですね、はい、発信していきたいと思ってたんで、今日は非常に、いい機会でですね、ぜひともいろんなことを話し合ってですね、意気投合したいと思っております。はい、まあ意気投合したから一緒にいるんですけど、早速の選挙の話なんですけど、前回の、衆議院に東京21区で出られて、どうでしたですね。いや私は結果的には6655票でですね、東京21区当選した長嶋さんが9万いくらで、数字上は勝負になりませんでしたけど、しかし歴史的な選挙、つまり希望の党というのが急に出てきてですね、期待を高めて、しかし逆に失墜したと、で同時に、安倍政権を倒すために野党共闘が頑張ったけれども、かなわなかったと、歴史的な選挙に一人で参加できてですね、6655票もらったと、私はこの票を大切に、何としてでも将来自分の政党を作りたいと、既存の政党政治家では真似のできない、今こそ国民が求めている新しい政党を作りたいという気を新たにしました。で同時に一人で何やってもですね、限界があると、そこに大西さんというですね、神奈川8区で選挙区こそ違うけれども、全く同じような戦いをされて、そうですね、私は5518です。おそらくそれが限界というかですね、そうですね、はい、今のやり方では限界だと思いますけども、しかしこれから話しますようにですね、大西さんが訴えられたことはまさに私が言いたかったこと、私にとってですね、初めて、本当の意味で選挙を戦える同志を見つけたという思いなんで、ありがとうございます。これからだと思ってます。そうですね、ある意味本当に僕も選挙に出ていなかったら、そして天城さんも同じ選挙に出ていなかったら、多分お会いすることも多分なかったと思うんですけど、同じやっぱり選挙で、それぞれの思いがあって別々の場所で戦ったけれども、結局、多分志は同じということで戦ったっていうんで、それで引き合わせていただけたんですよね、おそらくね、そういう意味で言うと、今回天城さん、衆議院はどのくらい前から準備されてたんですか。いや私は衆議院選挙は想定してなかったんですよ。あ、そうなんですか。私は2003年に外務官僚を辞めてですね、そして
外交政治評論をしてきたんですけど、あの官僚35年やってですね、日本の政治を内側から見てきて、そして選挙も2度と国政を経験してですね、とてもじゃないけど既存の政党を相手にですね、新しい政党が勝てるなんていうことはですね、もうないと。唯一あるとすれば全国に知名度を高めてですね、参議院選挙全国区で6000万の供託金を出してですね、10人候補者を立てて、そして100万票を集めて1人当選させると、これしかないということで、2019年7月のですね、参議院選を目指して、寄付を集め、そして候補者を集めてですね、やろうとしてきたんですけども、しかし急にああいう選挙が起きたと。で私は自分なりに考えてですね、衆議院選挙でもブロック制があって、そして東京っていう日本を代表するブロックでですね、比例で出れば参議院選挙の予行演習になると、でそう思って調べて、東京21区の定数17名の、2割以上ということですが4名、つまり供託金2600万円、これを集めてですね、そして4人立てれば1人は通るんじゃないかと、30万票ぐらい通れば通ると、それを考えたんですね。でお金も直前になって2400万のメールがついたんですけど、だけども残念ながら間に合わなくてですね、でたまたまその私の選挙を応援してくれたというか、もう絶対今度の選挙で名乗り上げないとですね、次の参議院選挙も知名度が高まらないと、そういう意見もあってですね、どうしても出てくれっていう人がいて、そしてその人がいわゆる野党共闘であればですね、勝てるチャンスがあるということで踏み切ったんですけども、残念ながら野党共闘っていうのは既存の政党の生き残りをかけたあれですから、もう私なんか全く相手にされずにですね、結果的にあんな形で一人で出ると。ですから当初の思惑とは全く違ったんですけども、しかし寄付をしてくれた人たちもですね、やっぱりぜひ出てくれと、結果どうであれね、今までの収支を訴えてくれという声が圧倒的に多くて、それで出たんです。非常に厳しい選挙でしたけども、しかし雨ばっかりしてました。雨もそうですけど、やっぱり私は今の選挙はですね、既存の政党が組織的にですね、戦わないともう無所属で一人でも絶対勝てないというのが改めて思ってですね、だけどそんな選挙を繰り返していては何も生まれてこないという気を強くしたのも確かですから、決して私は無駄になかったと、何としてでも次の参議院選挙まではですね、頑張っていきたいと思いました。僕もですね、実は僕の場合は、準備を始めたのはもっと実は早くて、ちょうど本当に2年ぐらい前、選挙の1年9ヶ月ぐらい前からその神奈川8区で、突破していくと、もう僕も既存の政党はもう全部もう選択肢にはならないと思っていたので、新しい選択肢を作るために自分でこうフェア党という立ち、フェア党という自分の政治団体を立ち上げて、でそこで1人さえ当選すればその1人が突破口を開いて、でその政党にも注目が集まって、考えにも注目が集まるっていう、そういったそのアイディアのもとに、選挙の1年9ヶ月前から、ほぼ毎日街頭演説をして、でご存知のように日本の選挙っていうのはその政治活動ですから、選挙活動じゃないですから、その間はもう個人の名前とか写真とか一切出せず、フェア党の旗だけを立てて、ひたすら街頭演説で僕はずっと訴え続けている財政金融の話とか、そういった話をずっとし続けて、本当に世界的に言うと、もうバーニー・サンダースが出てきて、もう今まで その金融資本主義のやり方ではダメだと思う人がもう世界的に増えてきているから、こういう本質的な話をしていけば、その支持が必ず集まってくると信じて、1年9ヶ月やった結果、5518票と、
で結局、まあ、どこまで自分の話が通じたかわからないですけど、票としてはそんなもんだったということが、まあ、僕も本当に天木さんと同じで、もう今の仕組みの中で、そういう、まあ、いわゆる一人で一人政党みたいなのを立ち上げても、まあ、泡沫扱いというのはよく分かりましたね。一番最初にもうまず何をやれるかというと、何党って聞かれるじゃないですか。私は大西さんに関心持ったのはですね、はい、とにかく街頭演説をね、はい、新しい政党を作って2年近く訴え続けたっていうね、はい、これは、まあ、私ももちろん選挙に出ましたから、過去の経験から分かるんですけど、いかにね、はい、厳しいことかと。で それをする人は本物だとね。それで一体何が大西さんをしてそこまでね、はい、次動かしたのかと、まあ、私の場合は憲法9条、はい、平和外交ですけど、はいはい、金融、既存の金融システムではダメだと、はい、これまた非常に重要だけど難しい ね、はい、ねテーマを掲げてね、はい、戦ったっていう、その辺が私は非常に関心があって、はい、まあ、今日は大西さんの主張を聞きたいと同時にですね、はい、やっぱりそこまで決意した以上ね、はい、まさに今日本の政治はもう率直に言って、もう私が言ってる以上にどうしようもなくね、はい、既存の政党政治が破壊されてる時にね、はい、今こそ出番が来るんじゃないかという思いでね、うんうんうん、私はエールを送りたいと思ってですね。エールじゃなくて本当に共闘で一緒に戦いましょうということで、今回話を一緒にさせていただいているんですけども、もともとその選挙も2回出られているということで、そうですね、まあ、私は最初はね、はい、小泉さんが、はい、権力の絶頂の時にね、はい、イラク戦争を支持してね、うん、私はそれは間違っていると、うん、現職の大使として、まあ、意見を述べてね、はい、で見事に組み切られたわけですけど、はい、まあ、その時に、まあ、この国の政治は間違ってると、うんうんうん、特に対米従属をね、うんうん、ここまで徹底するね、うん、政治は一体何なんだと、うんうん、で私はやっぱり小泉さんの地元でね、うんうん、小泉出てこいと、うんうん、選挙を通じて議論しようじゃないかと、うんうん、まあ、そのつもりでね、うんうん、まあ、出たんですよ、うんうん、それはそれで私の目的は達成されたんですけど、うん、でもう二度と選挙なんか関わりたくないと思ったんですけど、うん、その後いわゆるまあ、リベラルというか左翼というかですね、うん、社民党系の人たち の選挙、つまり当時社会党の3つぐらいにバラバラになってですね、うん、その中の一番左翼的な新社会党っていうのが最初は国会議員何人でいたんですけど、結局一人も、うん、持てずになってですね、最後のチャンスだって言ってお金を出してね、うん、6000万出して10人候補者立てて、それ一人と当選させると、うんうんうん、社会党の党首をですね、でそれに誘われたんですよ、うんうん、で私も分かりきってたんだけど、まあ、協力したいということで、うんうん、一緒に出て、まさに参議院の全国ですよ、うんうん、で100万票取ってれば、うんうん、一番票取った人は人取るんですよね、うんうん、で結果的には私が一番取ったんだけど、全体のあれが20数万票しか取れなかったそれでその時に、なるほどと、うん、100万票集めればね、うん、お金が6000万あったら通るんだと、うん、で時はその私は彼らの戦略が間違ってね、うん、新党じゃなかったんですよ、既存のね、うん、護憲政党のネットワークっていうね、まあ、いわゆると統一名簿みたいなね、うん、わけのわかんないで戦ったために有権者が分からなかったわけですよ、どの投票に入れたらいいのか、ね、でそういう反省もあって、まあ、私は新しい政治を作るには素人というか一人ができるにはこれしかないなということで参議院選挙に正直に合わせたんですね。もともとだからそうすると原点というのはそのイラク戦争の時、そうですね、からも政治を合わせなきゃいけない。僕の場合やはりもともと金融にいたところもあって、そのまず一つの大きなきっかけが2008年の世界金融危機、リーマンショック、 あの時に僕金融離れてしばらくしてたんですけど、うん、
久しぶりに何が起きたんだって調べたんです、うん、かなり調べたんです、うん、でその時に CDO とか CDS が本当に詐欺商品が当たり前になっていて、うん、で今の金融システムが本当にどうしようもない詐欺システムになっているということが分かった時にこれはもう終わってるなと思って、うん、でただその時はまだ 何をしようかというアイデアもあまりイメージできてないまま、うん、今度2011年に震災があった時に、うん、僕は結構やはり石巻とかに行ってたんですけど結局、皆さん何に困ってるかというとお金に困ってると、うん、で結局震災って何だったかというと確かに、津波で大変な思いをしている人がいるんだけど結局お金に困ってるその人たちは確かにその津波という事象がその場所にこう起きて、一気にそれをきっかけに仕事を失ったりとか貧困に突き落とされている人たちがいたんだけど実はでもこれ津波がきっかけだっただけで全国にそういうその、病気だったりとかなんかの例えばシングルペアレントになってしまったりとかそういうことをきっかけにこう一気に貧困に落とされてしまう人たちは多分無数にいるんだなと思ったのにこれは大きな金融経済問題だと認識したために根本的に何かを考えと思ったっていうのともう一つはそのあの時に13兆円予算がついたんですけど2011年度末にで2012年の3月にその予算がどれだけ使われてるか調べた時にもうほとんど使われてなかったないような事業がいっぱいあったんですよで結局あれは、13兆円、ついてましたけど、全省庁にわたってその500事業ぐらいの小さな事業に分けられて予算組みされていてその一個一個の事業の条件に合わないとその予算が使えないというようなことがいっぱい起きていて要するにボンと13兆円被災地に渡して好きなように使えってやればよかったものの、まあ、日本の統治機構ってそうできてないので結局官僚がそういうその事業を作ってその事業ごとに予算を配分していくといういやまさに、ね、私が大西さんのね主張をいろいろね後で勉強させてもらって、はいいくつかの点でも全く同じことをね言ってるなと思ったんですけどその震災をきっかけにね政治に目覚めたっていうのをまさに私が言いたかったことです、うん、つまりその私あの当時私のブログでも書いたんですけどあの震災は確かに歴史的な不幸だったと、うん、だけど日本の本当の問題はあの震災が起こっても起こらなくてもねもう行き詰まってたんですよ当時そうですでそこに加えてあれだけの被害が起きたんだけれども、うん、私はもう直感的にねこの危機を乗り切るには被災地の人たちが全て自分たちの思う通りにね、うん、やらせろとその代わりお金も権限も与えろというところはやらないとね、うん、既存の支配者つまり政治家なり官僚なり財界なり何でもいいんですけど有識者でもそういう連中が寄ってたがってね、なんか復興会議を作ってね、うん、やったって何の結論も出てこないと、うん、それは彼らがね、ここまで日本をダメにした責任者だ、うん、だからそんな責任者がね、新しいことを発想で出てくるはずがないと思ったんですよ。ですから私は、すべての予算とか権限とは言わないまでもね、少なくとも一部の予算、権限を移譲してね、うん、彼らにやらせろと、新しい政治を彼らで作らせろということを私は随分主張したんですよね。うんでそのことが唯一あれだけの不幸をね克服できるねせめてものね、うん、成果だと書いたんですけども、うん、全くその通りだということをね、うん、大西さんがおっしゃっててそうです、ね、しかも大西さんは私と違って行動を取ったから私は何もしなかった逃げた いや僕もね一時ちょっと逃げたりもしたんですけどこれはまずいなと思ってでただやっぱり現場で見たのは要するに予算って結局町によって全然、農業をやってない町とか農業をやってないような町でも耕作放棄地の予算は別に同じように自治体ごとに出てくるわけですよ要するに全然違う状況があるのに要するに、霞が関の役人が予算を組むと、まあ、どこでも使えるようにしなきゃいけないのでそれで下ろしていくっていうであとその500事業あの震災の中に500事業の予算が降りてきたところで自治体の人たちはそれをどうやって誰に知らせればいいんだっていうのを
もう震災で手一杯、もうそれこそ、自治体 の, そのオフィスすら全部流されてしまっているようなところもある中で、仮設のところでそういう新しい事業が起きてきたところで、もうそんなことを勉強する時間もなければ知らせる時間もなくて、全く実は機能してない状況があって、で日本人ってのはその今までやってたやり方そのまま固執するじゃないですか。今までそうだったから、今状況が全然違うから一回全部そのご破産してぶっ壊して全く違う考え方で物をやらなきゃいけないときに、でもやっぱり今までのやり方に固執してしまうという、そのなんかもう一つ僕はあの時に思ったのは、これ日本の統治機構だけの問題じゃなくて、我々日本人全員のなんかこう今まで通りのやり方をやり続けるその意識の問題も結構大きいなというのがあの時に思ったんですけど。そうですね、まあもちろん意識もそうですけど、私はやっぱり政治体制がね、うん、結局象徴的だったのは、あの大震災が起こった時は民主党政権だったんですよ、うん、で民主党政権はね2009年に選挙で成立して、まあ、私なんか非常に歓迎して期待したんだけど、うん、結局3年でダメなんでしょ、うん、でしかもあの時に民主党政権がね、本来ならば既存の政治システムを超えてね、うん、やろうと思えばできたのに結局できなかったと、うん、これは大きいと思うんですよ、うん、ですから私はあの時に国民がもう政権交代なんかねしてもおそらく同じことじゃないかと、うん、おそらくまあ、いつの日かまた民主党がね政権取るかもしれない、まあ、私はもう取れないと思ってますけど、仮に取ってもね、じゃあ今度はまた自民党がね政権交代を奪おうとしますよ、だって権限を手放してね政治家やってられないから。で私は その考えがある限りはね、正しい政治生まれないと思うんですよね。よく政治を権力闘争と言ってるじゃないですか、うん、政治なんて権力闘争じゃないですよね、本来ね。いやだけど既存の政治家にとっては権力闘争なんですよ、まあ、彼らはね、うん、そうそうそう、非常に私は間違ってると思うんだけど、権力を持たないとね、うん、やってられないという政治家がいっぱいいるわけですよ、うん、でね、そういう考えを持ってる限りね、うん、正しい政治生まれませんよ。そうなんですよ、だから結局、権力闘争になってくるんで、敵対政党っていうか、要するに政敵の足の引っ張り合いになって、どっちが権力を取るかっていう、そもそもその何のためにその権力が必要なのかっていう、その国民が置き去りになったまま自分たちの論理で、足の引っ張り合いを繰り広げていて、それはもう国民はとっくの昔に分かっていて冷静に見ていると、だから全く期待ができないという、まさにその中で、まあだからもうそれは全部諦めてゼロから作ろうって我々の考え方ですよね。それでまあ私はそこまではねいいんですけど、はい、やっぱりどうやってね、はい、そういう政党を我々素人がね、はいはい、作れるかと、それでもちろんそれがいかに難しいっていうこともこの間お互いに経験したしね、はい、しかし同時に今の政治はね、もうますます国民の希望から離れていってね、国民もおそらくもううんざりしてると、うん、まあ、統計的にも支持政党なしが依然として高いし 40% 以上ですね。ですから一番高いですね。私はチャンスだと思うんですよ、はい、ですから私は大西さんとこれからねどうやって、はい、それを実現していくかと、つまりそのためには何をね我々は目指すのかと、うん、そしてどうやったら一人でもね、うん、当選者を出せるかと、つまり私は一人でもね、うん、我々が政治家を持つ政党を作れればそこから全てが始まると思うんですよ、うん、というのは私が繰り返して言ってるように政治家の仕事っていうのはね、国会で論戦してね法律を通すってそんなことじゃないんですよ。もちろんそれはね、うん、非常に重要な仕事ではあるけれどもね、うん、それ以外に政治家としてね、うん、本気で何かやろうとしたときに、いかに我々一般市民と違って政治家っていうものが権力を持ってるからなんですよ。それは野党であれ何であれね、うん、政治家っていう存在自体がね権力なんですよ、うん、で問題は それを正しく使える政治家が一人もいないということなんですよ。だから私が例えばね、大西さんが政治家になったときにね、うん、私は秘書でも株持ちでも何でもいいですよ国際的に、うん、あるいは国内的に行動に移すということなんですよ、はい、行動に移してね、
そして一人の政治家でもこれだけのことはできるんだということを見せつけると、はいはい、これはできるんですよ、最近なれば。僕もそう思います、うん、よく一人では何もできないと言われるんですけど、逆にたくさんいたって何もできないかなと、今の政治家を見て、たくさんいたって結局何もできていない。で、僕がさっき意識の問題って言ったのは、やっぱり今これから本当に世の中が大きく変わっていくときに、政治家だけが変わったところで何も変わらないわけで、やっぱりそれを見てる人たち、それに参加する人たち、たくさんの人たちが本気で変わっていかないと多分世の中変わらないと思うんですよね。で、僕この間の選挙の時に本当に強く感じたのは、まあその新しい新政党なしが 40% 以上ですから、これはみんな新しい政党を望んでるんだと思うじゃないですか。天木さんもそう思ったから新党9条を立ち上げて、僕も立ち上げて、まあ、それで政治活動をずっと1年9ヶ月やったんですけど、フェア党ですって新しい政党って言われても、まあ、最初に何党ですって言われるし、その時点で知らない政党だとすでにシャットダウン、まあ、シャットダウンされる。まあフェア党はね、まあ名前は後で、ね、まあ、名前はプレイしてカタカナでしょ、うん、それ分かりにくいと思うんですよ、うん、ですからやっぱり日本語でね、分かりやすい党だと多少違ったんじゃないかと思うんですよね、うん、まあ、ただその一番最初に何党で知ってる党かそうじゃないかっていう振り分けがすでに有権者の間にもあって、うん、それからもちろん、マスコミにもあるんですね。マスコミがね、また後でね、うん、話しますけど最大 の壁ですよ、うん、だからマスコミがどういうわけか知りませんけど、うん、まあ、建前上は選挙法に従うとかね、うん、まあ、そういうこと言うんだけど、うん、とにかく既存の政党政治家以外はニュースにならないわけですよ。そうなんですよ。僕も衆議院選の時に、うん、衆議院、公示日直後か公示日かその前前日かなんか分かんないですけど、各選挙区の神奈川版でね、神奈川各選挙区の、主要候補者っていう記事があって、うちの神奈川派4人出てるんですよ、うん、僕とあとその、まあ、江田健二さんとあと三谷英雄さんとそれから共産党の加藤理香さん4人出て、主要候補者って3人だけ出てるんですよ、うん、まあ、僕以外の3人ね、うん、いや私もそうです主要候補者ってだからまあ別に朝日の考える主要候補者なんで、まあもちろん僕はおかしいと思いますけど、そういう扱いですよね、最初からね。いやですから そこはね、残念ながら、まあ、そういうことが現実ですから、はい、私は そんなことをね、文句言ったって始まらないんで、むしろ逆にね、メディアがね、はい、頭を下げてね、取材させてくださいというぐらいまでね、こっちがね、存在価値を高めないとダメなんですよ。そうです、行かなきゃダメです、はい、ただ我々だけじゃできないんで、やっぱり皆さんがこいつらを報道しろっていうふうに、まあ、そういう人がやっぱりどんどん増えていかなきゃいけないですよね、うん、いやだからやっぱりそれなりのね、なんていうか動きをね、そうですね、非常に難しいとは思うけれども、うん、知恵を出してね、うん、何らかのきっかけで作ると、そうですね、そして一旦それが、はい、多少なりとも知れ渡ればね、はい、どん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 とその今のインターネットの時代ですから、はい、他の連中が勝手に宣伝してくれるという動きをね、どうやって作るかなんですよ。もうその新政党なしの 40% は我々の代表伝ですから、うんうん、そこに本当にその人たちが本当にこの人たちにこいつらに任せないと思うようなそういったアイデアをちゃんと提示していけば、それが広がっていけばそういう人は必ず増えるはずですよね。いやそこでね、まあ、次のテーマというか、まあ、一番重要な一体我々は何を目指すか、ね、何をやるで、私はもちろん平和憲法ですけど、はい、森さんは金融、つまり既存 の通貨システムではね、そうですね、国民を幸せにできないと、はい、あと今の財政の考え方も含めてですね、はい、でそれはそれでいいんですけど、はい、やっぱり それを包括するね、はい、もっと分かりやすいテーマ、はいはい、それを何かね考えてね、うん、そして目に見える形で訴えられないかなと。例えば小西さんが言ってることっていうのは基本的にはリベラル政党というか左翼政党というか、うん、共生ね、公正共生、うん、社会の実現、うん、それぞれいいんですよ、うん、だけども私は大西さんのキャリアだとかね、うん、活動を見てて
左翼色がないわけですよ。でそこが重要でね、はい、一般国民が自分たちと同じレベルっていうか自分たちと同じだと、うん、まあこういったなんだけど平均的日本人あるいは保守的な日本人、まあ、何でもいいんですけど、エキセントリックでないね、まあ、最後エキセントリックっていうわけじゃないんだ、最近イデオロギーですから、はい、でそうでないノンイデオロギーで、そしてこいついいこと言ってるなと、あるいは共感できるなと、やっぱりそういうものじゃないとね、はい、私の場合の憲法9条だって甘いか言ってる共産党じゃないかとね、うん、共産党と同じじゃないかと、もう右翼はまずそう言うしね、うん、それから一般国民はもう憲法9条という名前を聞いただけでもう拒否感を持つと、うん、そこをどうやって克服するかなんですよね、うん、まあそういうその右翼とか左翼とか、なんかそういうこうレッテル貼りをこうお互いにし合って、なんかちょっとわけわかんないことになりつつありますけど、でも本当に大事なのはそういうレッテル貼りじゃなくて、何が大事か、どんな価値観が大事かということですよね。で僕天木さんと僕のやっぱり本当に、大きな共通点というのはやっぱり自立、それからまあ自由ということですね。でそれから、今回 の, そのテーマは自由自立共生というのをしたんですけど、天木さんの言われているその憲法9条、それから日本の、自主独立も言われていると思います。僕もまさに私もそういうことを言っていて、で僕が訴えかけているその財政金融の問題も結局日本がちゃんと独立していないからというところがあって、でそういう意味で言うとそのテーマとしては自由と自立と、それから共生と、そのためにそういう価値観を、実現するために、天木さんの言われている憲法9条から私がずっと言っている財政金融、結局、大きく見れば同じことだなというふうに、うん、私もね、やっぱりこの個人の、ね、自由、人権ね、はい、自立、はい、これがやっぱり一番今重要なテーマだと思うんですよ、はい、で誰かが言ってたんだけど、民主主義とかね、はい、そういうのが価値観になってて、それはそれでいいんですけど、結局民主主義もね、共産主義も全体主義も、はい、基本的には組織のね、うん、論理、つまりそのなんていうか個人の自由がね、うん、犠牲されると、うん、民主主義は大衆ですから、うん、大衆の体制に外れるとね、なくなるされちゃうわけですよ、はい、だから民主主義、ポピュリズムの怖さっていうのはそこにあるわけですよね、はい、そうです、民主主義も多数決になっちゃうと、うん、多数決に従わなきゃいけないっていう少数の個人の意見とか個人の言い方が、否定されたりとか放り出されたり排除されたりするんですけど、本当の意味での民主主義っていうのは個人がちゃんと自立した上でそれぞれの考えに従って、まあそれでも決を取らなきゃいけないときには多数決なんだけど、少数の人たちもその自分の生き方、考えに従って生きて OK っていう許容性がないと、まあ、私はそこがね、今一番求められているところで、はい、もちろん強制ですからね、はい、弱者に対する思いやりですから、いわゆる社会主義ですよ、うんうん、だけど同時に個人主義なんですよ。で個人主義で言うと、はい、ネオコンとかってね、はい、ネオリベラリズムで身勝手でね、利己主義じゃないですよね、それじゃないんですね、個人主義と社会主義がね、両立する一つの政治哲学ですよね、うん、そうです、だからそれを分かりやすい形で見せなくちゃいかんと思うんですよ、うん、もう口で喋ってるだけじゃね、うん、誰もついてこなくて、うん、ですから私はやっぱり一つの私の公約っていうかテーマは、一つはとにかく憲法9条を国の方針とすると、つまりこれは、うん、右翼と左翼が論争しているような話じゃなくてね、もう今世界的にこの憲法9条の精神こそ必要になってきていると、やがてそういう時代が来ると思うんですよね。でまさに憲法9条はアメリカに押し付けられたかどうか議論があるけれども、今世界で日本だけが持っている、ね、最強の政治哲学ですよ。ですからそれを堂々とね掲げる。でもう一つは、うん、個人のね、うん、権利を大切にすると、自由と権利を大切にすると、うん、そのためには政治家が特権を持ってね上から決めるんじゃなくて、政治家がその個人のために奉仕すると、うん、働くと、
この2つをね、やっぱり実現する政治を目指したいと思うんですよね。あの憲法9条に関して言えば、僕も本当に素晴らしい条文だと思うし、とても普遍的だと思うんですよ。結局、本当に突き詰めると、その自分たちの国を守るために他の国と戦うというその、まあ、あと個人レベルで言うと自分の身を守るために誰かを殺すという、それが善か悪かとか、それが正しいのか正しくないのかという、そういう本当に本質的な議論にやっぱりそこを突き詰めていく必要があると思うんですよね。で、その日本の憲法9条っていうのは多分戦争、まあ、誰が書いたかっていうのは別にして、少なくとも9条っていうのは戦後かなり長い間日本人のたくさんの人たちにとても受け入れられてたわけですよね。それはあの悲惨なその戦争の末にもどんなことがあっても二度と戦いたくないと思った人たちがそれを受け入れて、それを大事にしてきたっていうのがあると思うんですよ。だからそういうそのまあ、とても本質的な、なんていうんですか、それまで戦後日本を長い間持っていた価値観、それがなんかいつの間にか、なんかその、まあ、またその防衛論、ちょっとテクニカルな防衛論ですね、自分たちの国を守るためには、集団的自衛権だったりとか、それから軍備とかっていう、そのなんか本質的なものよりも、よりこう、なんていうんですか、テクニカルなその防衛論で、なんかいつの間にかこうそっちが当たり前なことになります。防衛論ね、まあ、本当に私は不毛なね、学者の議論みたいになっちゃっててね、あんなことじゃないんですよ。つまり、アメリカがね、今どんな国かと、アメリカって国を知れば知るほどね、世界で最も戦後戦争していた国ですよ。で、戦争のためにね、どれだけ犠牲をね、世界に及ぼしてきたかと。で、そのアメリカと一緒になってね、まともな国になれるはずがないわけですよ。で、アメリカ国内でもね、議論が分かれてるわけですよ。ですから、何度かんだアメリカと一つのように思うんだけど、とんでもない話でね、もうだってトランプが出てくるようなアメリカだしね、今のアメリカも完全分裂してるし、ですから、日米同盟が全てだと、そしてその日米同盟のために憲法9条は変えるんだと。全くナンセンスですよね。もっともっと分かりやすい議論を、した方がいいと思うんですよね。僕もその憲法9条に関しては、まあ、9条も含めて憲法全体に関して護憲か改憲かって言われれば、別に改憲しちゃいけないってことはないと思ってるんですよね。ちゃんとその手続きもあるし、みんなが変えたいと思えば変えればいいだけの話で、ただその手前の議論としてちゃんとその、まあ、今までもその日本で日米同盟があって、それから自衛隊があるっていうところと今の憲法9条の条文が矛盾しているのかしてないのかっていう議論をもう一回ちょっとちゃんとする必要があって、まさにね、護憲論争はね、私もその変える変えないっていうね、議論はね、間違いだと思うんですよ。というのはそれは変える必要があれば変えるのは当たり前ですよ。そうですね。私は何もね、今の憲法はね、未来を変えるのと言ってない。だけども、私が言いたいのは、今の9条がね、どうやって成立したかという歴史的なね、つまり昭和、戦後1945年前後のね、日本の置かれている状況を見た上でね、正しく知らないといけない。つまりあの時に、もう完全に日本は、矛盾した状態だったわけですよ。つまり軍国主義がね、あの時イタリアとドイツと日本がね、ヒトラー全体主義が悪者にされてね、で二度と日本に軍国主義を起こさせないと、でましては天皇の責任が国際的にね沸き起こって、でそれをそのマッカーサーが日本を統治するためにね、どうしたらいいかって、それは天皇総制を残してね、統治するんだって、間接統治、そのためには日本に懲罰的なね、ことをやらないと他の国が OK しないと、まあ、いろんな議論があってね、そして日本も押し付けられただけじゃなくて半分そっちの方が良かったわけですよ。で合作でねできたと。だけどもその冷戦が起こって、どうやって日本を守るんだと、それは国連だと、
だけど国連が来る前にまずアメリカだと、うん、もう全てがね、うん、パッケージでできたわけですよ、うん、天皇制日米安保条約で、ね、非、うん、武装中立テリトリー武装解除、うん、で そこを国民がみんな知ってね、うん、それでやっぱり一から我々の手で我々の憲法を作ろうというんだったらいいですよ、うん、でほとんど国民知らないですよ、うん、そしてその安倍さんがねこれまた矛盾の塊で、うん、自主憲法を取り戻すと言いながらアメリカに従属してるわけですよ、うん、もうわけわかんない状況でね、うん、憲法改正論議なんかできこないですよ、うん、もうそれだけ私が言いたいのはそれだけなんですよ、うん、まあ本当にそうです根本的に、どういう国でありたいかというところからちゃんとスタートする必要があるというのとその今まであったその日米安保も地位協定もその日本にある基地も含めて全部もう一度ちゃんとゼロから考え直す必要がありますよね。でその上でどうするかというその議論をそろそろする必要があってただ単に今までそうだったから今までそれでうまくいってたからとかそれだけでいつまでもそれを続けてるっていうのは本当に思考停止でちゃんと考え直す今いいきっかけでもありますよ、ね、いいきっかけであるしねそしてやっぱり北朝鮮の核の危機とね、うん、それからアメリカのトランプっていうねあんなめちゃくちゃな大統領が出たとね、うんまあ、いろんな意味でこの安全保障の議論をね本気で国民的議論としてしないとダメだと要するに憲法を守る守るなんていうことをね私は言うつもりは全くないんですよ、うん、それ以前の問題としてねどうやって日本の自主防衛をね、うん、決めるんだと、うん、でそう考えた時にもう憲法9条以外の選択はないんですよだってね、うん、今軍事力を強化してねアメリカ中国に勝てますからいやどれだけ金が必要になるかねそもそも日本人に今多分アンケートを取ると国のために戦うっていう人が 10% もいないぐらいいないでしょもう戦争できる状態でもちろんないですよで、まあ、それを踏まえた上でその、まあ、天木さんも憲法9条を、国税とする、まあ、国税とするっていうのは、うん、僕も実は本当にそれは思っていてただこれも本当に国民の側の本気の覚悟が必要で憲法9条をちゃんと条文通りその体現するためには日本にある基地とか日米同盟とか地位協定それから自衛隊も含めてもう一度ちゃんと考え直す必要がある、うん、で本気で憲法9条通りやるんであれば、うん、全文をきっちり読めばあれ個別的自衛権そのものもあれは放棄してますよね、うん、そこはまあ議論の分かれる私は個別的自衛権はね、うん、自然権、まあ、それは自然権そう、それはだからそう国際社会の中ではそうですし、うん、それも多分ありだと思いますけどでも全文だけを読むとあそこから本当ににじみ出てるものは何があったって二度と戦争なんかしたくないっていう、まあ、日本人が書いたんじゃないっていう人もいますけど、うん、ただそのあれがあの憲法がその日本人にずっと受け入れられ続けてきたというのはやっぱり300万人の方々が亡くなって二度とこんなことはやりたくないと思った人たちが大多数だったっていう、うん、まずそこを多分ちゃんとその抑える必要があると思うんですね、うん、まさしくそうだと思うんですよやっぱりねまあ、我々はビデオしか見ないんだけどやっぱ終戦直後の東京を見てるとね壊滅してますよね、うん、で当時の人たちの話聞くと本当に身の回りでね死んでいってからで空襲で、うん、それは二度とあんな体験したくないとか当たり前だと思うんですよ、うん、我々知らないからそうですねだけど私は中東に勤務してね曲がりなりにもパレスチナ問題だとかね、うん、今でいうシリア戦争だとかね見てきていかに悲惨だと、うん、つまり国家権力が国民を殺すわけですよ、うん、これほどね、うん、許せないことはない、うん、もう本当に人道的にありえない話なんですよね、うん、私はよく思うんですけど国が戦争するのはいいですよだけどねだったらねまず真っ先にね指導者が先頭に立って戦えと、うん、つまり昔のように指導者が死んだらそれでみんな降参すると、うん、だったら分かりますよだけど指導者日本の戦国時代みたいな、ね、あるいはアメリカの西部劇でね、うん、決闘ですよね、うん、要するに自分たちが決闘して死を決するわけだからああいいですねまだ国会軍として、まあ、首相ですよやらせるっていう、ねうん、戦争するだからねそういう国があればまだいいでしょだけど国民に犠牲を敷いてね、はい、自分たちは何もしないから逃げるんだから、はいこんなバカなことないですよ。そうです。本当おかしいんですよ。根本的にでも本当に
実はその僕の今のお金の仕組みもそうなんですけど、根本的に本質的に考えれば本当におかしいよねっていうのがまかり通ってる時代が、まあ、20世紀だったと思うんですよ。で21世紀そろそろそこのわけのわかんない呪縛からそろそろ人が解放されている時代に入りつつあるなという、うん、そういう期待を持ってるんですけど、どうですかね。いや私はあの期待通りね、国民が気づくかどうか分かりませんけど、それは我々の努力でね、やっぱりこういった童話だとか、はいはい、つまり既存のテレビだとかね、うん、メディアが取り上げない、我々は取り上げないわけですよ、ね、うん、我々は何言ったってね、取り上げてくれない。だけども取り上げくださいね。こうやって動画をね、我々発信できる世の中になったわけですよ、はい、そうですね。ですからどんどんね、やっぱ発信していくことじゃないかと思うんですよね。そうですね。それで、我々曲がりなりにも本当に大した票は取れなかったですけど、選挙に出た人間、それを実行しようとする人間がいて、でそれが、まあ、そういう人間たちが、まあ、その自分たちの考えを訴えかけ続けているという、でそこには多分その先にどっかの時点でそこに皆さんの力を、集めてくれれば、それがもっと大きな力になるって可能性を秘めているわけですよね。だから今後もこういった動画をどんどん天木さんと2人で作っていきたいと思います。そうですね、まあ、それとやっぱり私は大西さんにはね、ぜひともね、これからもそのまあ、金融改革も何でもいいんですけど、この自由権利、憲法9条ももちろん僕大とても大事だと思います。お互いにね、はい、発信してね、まあ、協力すると、はい、私は最終的には選挙になったらね、一つの党にすべきだと思いますけれども、うんうんうん、名前どうであれね、うん、私は憲法9条は宝だと、まあ、小西さんおっしゃってるわけだけど、私は憲法9条こそね、日本が世界に誇れる国税価値だと思う。うん、日本の価値って言ったときにね、もう私は外国で勤務して長いんだけど、一体何なんだと、これ言えますか、うん、要するに昔ね、言うと言えないけどね。僕、その、日本の価値って、うん、まあ、その、ここ数十年は、多分経済立国とか、経済大国っていう、なんかそういう、一時はジャパンズナンバーワンみたいに言われていて、そこに、なんか価値を置いてたようなところは、多分あると思うんですよ。うんうん、でそれが、まあ、今こういう状況になってるんで、多分それを失ってるのかもしれない。いや、もう完全に失ってるでしょ。もちろん個々のね、なんていうか職人語りっていうか、まあ、いろんな分野での技術ってのはあると思うんですよ、うんうん、だけど小西さんが専門である国際金融組織の中でね、うん、金に物を言わせてね、うん、何でもできる世の中で、うん、どんどん日本の企業のね、国際優位性を失われてますよ。はい、そもそも日本の東証の、3割以上は外国人が持ってます。まずそれがありますしね、それからやっぱりその結果、会社が生き残りのためにね、社員のためじゃなくて、会社の存続の要するに買収されないようにね、はい、内部留保をね、どんどん溜め込んだりしてね、はい、本来の企業の、はい、果たすべき責任果たしてないですよね。日本の資本主義ってこういうアングロサクソン型の資本主義じゃ本来はなかったのが、まあある時からそれこそ小泉改革の時からですよ。そう、会社は小泉改革ですよ。会社はもう株主のものっていう、本当に完全にあの時点で日本が壊れ始めたのがまさに小泉改革からですよね。いやですからね、日本の、ね、価値が、ね、なくて、ニトビなどはね、かつてアメリカに行って、アメリカ人から日本は地域がないのにね、何を価値にしてるんだってね、うん、言われて武士道だってね、思わず言ったっていう、もう本人がそう言ってるわけですから、はい、そういう程度ですよ。で、はい、それがしかし今、なんか武士道だとかね、言われたり、だけども、私は憲法9条はね、世界が持ってないね、うん、政治哲学だと私は思ってるんですよね。でも武士道って、武士道とは死ぬことと見つけたりっていう、うん、この話するんですけど、うん、あれは要するに武士は戦って死ねということではなくて、死ぬ覚悟さえあれば道は間違わないという、そういう教えだったんですけど、要するにそれで誰があれですか、歯隠れですか、誰ですか、歯隠れです。宮本武蔵ですか。いや、宮本武蔵じゃなくて、あれ名前と忘れちゃったな、うん、後で歯隠れです。で、要するに憲法9条っていうのも結局あれも、ただ今 その憲法9条のまま、要するに自衛隊もあって、それから日米安保もあって、
で基地もある状態で憲法9条とっても多分説得力持たない、ね、全くないでしょ、まあ、だって矛盾してるんだから。そうなんです、そうなんです。その矛盾をちゃんとなくした上で本当に本気で丸腰で世界に対して、憲法9条を盾にするというその覚悟があって初めて本当の意味での価値、まあ、私は、ね、丸腰と言わないですよね、まあまあまあ、言わないですよ、それは通用しない、まあ、だから自衛隊ですよ、自衛隊はね、そうですね、自衛隊はもちろん軍隊じゃないんですよ、はい、だけど外国から見たら軍隊なんです、うん、自衛隊の装備と予算は世界の、ね、上の6位ぐらいですね。だから矛盾してるんだけど、はい、もっと矛盾してるのは今の自衛隊はね、日本を守るようになってないんですよ、アメリカの戦略はね、アメリカの戦争のためにね、うん、装備から何から何までね、アメリカ軍のためにあるんですよ、うん、これはね、いくら強調しても強調できないほどね、日本国民に知らないことなんですよ。しかも最近はアメリカの商売のためにそう、いや、もちろん武器商材になってますよね、うん、ですからそこをまずね正すということですよ、はい、で それが日米同盟をね変えるということなんですよ。なくすとは言いませんよ、はい、日米同盟を正しいね、はい、軍事同盟にねすると、うん、そこがもう全くなされてないっていうか、どん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 とアメリカ軍の支配の方向に行っちゃってるんですよ、うんうん、これ深刻ですよ、うんうん、僕も今回本当天木さんと出会えて本当に良かったなと思ってるのは、僕もその、憲法9条に関して、それから日本のその、専守防衛に関しては、本当天木さんと同じ考えをしていて、でただだとかといって僕が専門なのは基本的に財政金融だけなので、で本当に三十数年間外交官されていた天木さんがまさにそういう同じことを言ってらっしゃるっていうのは本当に鬼に金棒を、うん、まあ、いくらでもね鬼さんのグレーになりますからね。まあそういうことで、まあ、この対談はエンドレスですけど、いや本当でもまた何回もね、はい、こういうことをやって、まあ、それぞれ動画でも宣伝してね。そうですね、やっぱり存在を示さないとね、うん、なかなか政治には結びつかないし、うん、やっぱり残念ですよね、ここまでのね。私も鬼さん知らなかったしね、はい、いやでもこれからですよ、まあ、これからだ、はい、うん、まあそういった意味で確かに去年の衆議院選とか去年までの自分の活動を考えてみてもなかなか広がっていかないなという実感があったんですけど、でも衆議院の選挙の、まあ、ぐらい、その後ぐらいから少しずつ、なんとなく少しずつ広がりだしている、ちょっとずつでも実感はあって、その今までやってきた、うがち続けていた石にそろそろへこみが できてくる頃だと思うんですよ。だから今年以降さらにやっていけば広がっていく感じはするので、ぜひ一緒に価値観、やりたいことが基本的に一緒なんでやっていきたいと思うんですけど、今後 その戦い方についてもうぜひちょっと話してみたいと思うんですけど、とりあえず参議院選に向けてって、まあ、私は私は以前からね、はい、私のような一人で政治家でないものが、うん、この既存の政党政治家相手にね、うん、戦うっていうのはもういかに困難かっていうのはもう実感してるんですけど、だけど自分なりの考えでいけば、その参議院の全国でね、とにかく供託金6000万をなんとか見つけてね、うん、そして一人当選させると、それは実はそれとても容易なことじゃなくて、うん、まあ、実際今から10年ほど前に新社会とかやってね、わずか26万円しか取れなかった、うんうん、それも知ってますよ。だけどあの時の候補者のね、うん、10人があまりにも知名度がなさすぎたと、うん、いうこともあるし、それから何よりも信徒じゃなかったんですよ、うん、憲法9条等じゃなくて9条ネットワークまさに比例統一名簿ですよね。こんなものでね、国民が投票するはずがないと、まあ、分かりにくいですね、うん、ですから私は希望があると思ってますけど、だけど、まあ、今度の衆議院選挙に私が出たのもそうだけど、そのためにも知名度をね、うん、とにかく広げないといけないと、うん、でしかしながらメディアが取り上げないと、うん、どうすればいいかって、私は地方選挙でね、はい、
あのつまり、まあ、あの参議院のある年の4月の統一選挙ですけど、うん、統一選挙なくてもね、地方選挙いくらでもあるわけですよ、うん、で地方選挙の中で一人でもね、うん、その新党、まあ、それは憲法90党でもネット党でもあのいいんですけど、うん、ペア党でもいいんですけど、うん、その公認で出た候補者が通ればね、それで立派な政党なんですよ、立派な政治家なんですよ、その時点でメディアが書くんですよ。ですから私はやっぱり地方政治からね、その新党を立ち上げるのもあの一つの戦略かなと思ってますよね。まさに今バーニー・サンダースが大統領選の中にそういうことをやってますし、そうですか。だから五つ星運動もあの、まあ、まさに今年イタリア総選挙がありますけど、あの地方選挙から始めてますよね。で僕は今まで財政金融で、まあ、天木さんもその外交安全保障なんで、基本的に国政レベルじゃないとできない話って、僕も全然国政以外考えてなかったんですけど、考えてみればおっしゃる通り、本当に我々が一緒に政党を作りますと、で大西天木で新しい政党を作る、でその最初の初戦が戦いが例えば来年の統一地方選である、その中で、まあ、我々は出ませんけれども、そのまあ大西天木が言っているようなそういう、外交安全保障、それから財政金融に共鳴する人が、そういう統一地方選に全国で本当何人かでもいいから、あのもう天木さんの地元の東京とか、まあ、今あれですね、茨城もいらっしゃるんですよね。いや私栃木、私は実はね、栃木県の、ね、市会議員選挙もう1年か2年終わっちゃったんで、はいはい、まだあの先なんですけど、本当に通してないんですよね。栃木、うん、私の栃木の県会議員ってのは26名ぐらいなんですよ、うん、でいつも出るのが32、3名でね、うん、落ちるのはわずか数名なんですよ、うん、だからビリでもいいからね、うん、通せばね、もうそれだけニュースになると、であれば来年の統一地方選で天城大西新党から、まあ、僕神奈川ですし、から栃木、または東京、そういったところで本当に志を同じくしている人たちを何人か立てて、とにかく勝たせるというところからスタートして、でそしてそれを、あのステップに次の今度来年の、夏の参議院選でもしできれば、10人の全国比例の候補者を出して、まあ、供託金600万かける10人分の6000万言いますけど、それも集めて、で全国で100万票を取れば1人通せるという。いやもうそれしかないですね。でそういう戦い方です、ね、でもっと言えばね、来年の再来年の統一選挙待たずにね、はい、どっか神奈川でもどっかね、うん、あると思うんですよ選挙。それはあの市会議員選挙でなくたって町会議員でもね、うん、もう東京だと区議会でもいいですよね、うん、選挙で勝つということなんですよ、うん、でそれをあの人を見つけてね、うん、あのこの間あの我々の集まりだった海賊党の集まりでね、一人いたじゃないですか、今度出るときもね、いました若い人で、だから その人は無所属だからね、新しい政党嫌だというかもしれないけど、うん、仮に彼がね、うん、あの出てくれれば彼を当選させると、その時点でね、うん、あのニュースになるわけですよ、うん、でそうするとあの、まあ、こう言っちゃなんだけど、選挙で勝てばね、みんな勝てる選挙を求めますから、うん、あの全国の北海道も沖縄もどこでもいいんだけど、うん、じゃあその党の公認、まあ、我々はその経費も含めてね、もちろん支援するわけですけど、うん、1人2人増えていけばね、はい、これは大きな部分になります。まあそうですよね。で実際だから僕も最初は本当国政しか考えてなかったんですけど、そういう戦略で、プレゼンス、その存在感を示していくやり方はあるなと思うし、まあ、今回本当天木さんと僕で、まあ、一緒にやりましょう、新党一緒に作りましょうっていうところまで話は来てるので、ぜひそれをやりましょう、うん、で本当我をと思う人ですね。本当にその我々の考えに共鳴する、まあ僕の考えは、まあ、もしご存じない方でいれば、私大西常樹とか、それからフェア党のホームページを検索していただければ、財政金融経済、それからまあ安全保障、もう基本的には国政に関する考えはそこに書いてありますし、天木さんの考えに関しては新党憲法9条の方のホームページとか、まあ、今まで作られたブログと書かれたブログとか動画を見ていただければ分かりますし、本当にその共通している部分がとても多いので、こういった考えのもとに新しい日本の本当に自由で自立して共生できる新しい日本を、まあこの人たちと作ろうと思ってくれる人たちがいれば、
地方選から出てみようという人たちが集まってきてくれれば、まずそこから戦いを始めるというふうに、まあ、とりあえず今回はそういう動画ですよね。いや、まあ、私は冒頭で申し上げましたように、初めてね、はい、まあ、私の若いし、それからなんか見てくれもいいし、NBA もあるしね、初めて頼りになるね、同志が一人増えたと、まあ、ぜひともね、いや僕本当は初めてです、今まで、まあ、この間衆議院出た方何人かお会いしてたりしてますけど、天木さんとやったら 1+1 がもう2以上に絶対なるなっていう、そういう確信があったんで、もう本当に大西天木がくっついたっていうことで、ちょっとそのニュースにしてほしいですね。まあ、狭い中でもいいですから。いや、なりますよ。はい、これから、まあ、それぞれが、ね、活動を続けていくうちに、ね、そうですね、必ず3人目の人現れます。はい、そうなんですよ、待ってましょうね、必ず来ますから。まあ、そう思って頑張りましょう。はい、今年はまだこんな感じでどん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 進めていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。2018年こそよろしくお願いします。